はい、今ソウル、ソウルですよね。ソウルです。で、ヘッドスパとか、ホールディスヨガとか。はい、ホールディスヨガもしてます。気持ちいい。やっぱり肋骨重要ですよね。多いです。詰まってそうな方ね、多いですよ。詰まってる。先生も結構硬い。硬いですよね。触れて分かります。すごい気持ちいい。でも、ね、ヘッドスパって言いながら、はい、あのこれね、胸元からやってくれるのがやっぱりそうですね、この辺からほぐしていきますね。それがすごいな。ありがたい。おお、すごい。すげえ。自分のやってもらったカメラも。頭がヘッドスパじゃないですね。そうですね、頭だけではないので、ね、流れないですもんね。そうですね、ね、体感しないと。うわ、